はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイジです。では This is the police、 続きを始めていきましょう。今日のニュースのトップは、西がトマス・ブレインとかいう犯罪者ですね。妊婦殺しトマス・ブレイン。捕まえた記憶はちょっとないけどな。でもう一つ別の記事一面に持ってきているのがザ・ファクトで、それはロジャーズ市長、競争怖くないと発言。何のことか全然わかんないですね。さあ、では仕事に今日も元気に行きましょう。Mr. Boyd, there was a man here earlier. He left you this. A man? What man?Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and left. Damn. Okay, let's see about this. うわ。ケンデリック副署長一家だ。The photo could have been doctored.But Sam doesn't go in for cheap theatrics. Kendrick is dead. His family is dead. And they probably died slowly. いやー、なかなかきついな、これは。Sam's got a bigger game. He's not trying to frighten me. He's just trying to clue me in on the facts. I didn't agree to work for him on my own. So now they're just going to insist. Boy. Good morning, Jack.I believe you just received my message. Who am I speaking with? Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man is immune. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh, Jack, don't be so childish.You're too old to run away from strangers. Yes, we both are. And in our old age, friendship becomes rare and all the more precious. But of course, we must work with new people and find out new names. So if you insist, Jack, let us formally meet. Hello, Jack Boyd. I'm Christopher Sand. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do for a living? Oh, you'll soon find out all about that. Well,You'll learn much more than a simple policeman could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. Start today. ついにサンドと接触してしまったか。8 in 10. It's been my go-to principle since my first day on the job. I've got to let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times.So that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. But the only thing I can think, what's gonna happen to 8 and 10? 前回、ケンドリックの申し出で、ケンドリックに協力するっていう方を選んでおいてあげた方が、少なくともケンドリック一家は死なずに済んだんだろうなと思うとね、ちょっとあそこの選択肢が残酷な方向に向いてしまいましたね。でブライス、貴様、前回5から一気に60に経験値をアップさせた男が、今日は二日酔いか。二日酔いなら勤務などできないだろう、そもそも。では勤務を開始していきましょう。今日もいつものお気に入りのこのカントリーミュージックをかけながら、陽気に仕事したいよな、陽気に。まずは庶務に行ってこっちの申し入れがどうなったのか確認したいよな。警官を増やしてくれっていう申し入れに対して。で、ギャングメンバークワイン・リンは実はレッドマスクというギャングのメンバーだったことが判明した。
彼は情報提供者として雇えばギャングを撲滅するために役立つだろう。よし、こういう裏取引も必要だな。鬼平犯科帳的な感じですよ。鬼平犯科帳もね、長谷川平蔵のもとに元盗賊が結構詰めてますからね。ギャングの追跡。フリーバーグには複数のギャングが存在し、彼らには報奨金がかかっている。事件を起こす犯罪者が何らかのギャングに属しているケースも多くある。そういった輩の中には刑事免責と引き換えにギャングのボスの逮捕に協力してくれる者もいるだろう。なるほど。今度はこのミンヒーの捜査を開始して、レッドマスクを壊滅させるためにジン・ヤンを逮捕するということだな。いいだろう、乗ったぜ。ギャングのメンバーを上上と遡って辿っていくことで最終的にボスを捕まえることができる。ボスを逮捕すればギャングは解散となり、あなたには報酬が与えられる。ギャングメンバーを正式に起訴することでも報酬が手に入る。ギャングメンバーを1人逮捕することにボーナスが獲得できるが、その場合そのメンバーとの取引は終了。ザコを逮捕することにこだわらず、ザコは大物を釣るための餌と考えよう。まあまずはこのニンヒーの捜査を開始しましょう。でニンヒーか、ニンヒーは盗品のアンティークネックレスを隠した。そういうことね。じゃあ早速捜査をかけていきましょう。今はまだ操作が開始できない状態だな。じゃあ先に操作に、今ある操作ですね、殺人事件の操作もう一度。確認しておきましょう。順番が違うんだよね、きっと。こういうこと？こうでもない。こうでもない。こうか。こうだな。いやいや。こうだ、こうだろう。こんな感じで写真を入れ替えていかなきゃいけないんだけどな。はっきりとは見えなかったが、犯人はセダンで乗りつけ、マシンガンのようなものを発射した。まずこれだよね。で、空を持った銃声を数回聞いたと。まずいやー、これだけじゃわからないな。色も違うしな、車の色も。まず出てきてセダンで乗りつけてマシンガンをぶっ放した。これが何を意味しているんだ。これはガソリンスタンドかな。これはトラックだよね。で、これマシンガンだ。いやー、わからないな。ただいずれにしても捜査員をちょっと減らさなきゃいけないんで、2人で操作をしてもらうようにちょっと変えましょう。で、代わりにこっちの操作に人を吐かなきゃいけないんで、アームストロングを主任刑事に任命していきましょう。で、視聴者からですね、バオリアンがインタビューに応じ、ギャングレッドマスクが犯した残虐行為について語った。彼女は事実を湾曲し、脚色しながら話した。人々がパニックにならないように4日以内にギャングを倒さなければならない。4日以内にレッドマスクを壊滅させなきゃいけないの。シュガードリーム菓子工場での殺人未遂。工場で働く若い従業員が支配人と喧嘩になり、沸騰しているチョコレートのタグに支配人を突き落とそうとしている。これ死ぬね、確かに。じゃあここは
ヤンシーと浅野を送りましょう。で、黒人警官全員逮捕か。君は町のために尽くすと誓ったはずだ。その約束を守れないならこちらの約束も守れないと思ってくれということで、黒人警官全員解雇するっていう約束はね、ちょっと守れませんでしたね。で、警官を一人多く働けるようにしてくれたと。ありがたいね。じゃあ、小泉美茶と、小泉美茶をシフト B に追加しましょう。あとは、そうだな、ザッカリー・グッドウィンも追加するか。ザッカーバーグ的な雰囲気を醸し出してるけど、彼をシフト A に追加しましょう。刑事も雇いたいけどな。さて、ニンヒーはジンヤンの忠実な部下で、ギャングの創立メンバーの一人だっていうことで、ギャング組織レッドマスクの壊滅のための捜査ですね。ニンヒーは価値が特に高いアイテムは自宅に保管し、取引の前日にレストランワイズドラゴンに持ってくる。このネックレスはすぐに買い手が見つかったらしく、盗難当日の夜にはすでにレストランにあった。で、そのレストランは普段は24時間営業だが、その晩は重要な取引が行われるため休業となっていた。で、ニンヒーはレストランの鍵を持っている。隠し場所はバーの下の金庫に保管されているということですね。これはそしたらちょっと捜査をもうちょっと拡大しよう。まず殺人事件に関してはすでに時間が経っているので、もう主任刑事一人での捜査に切り替えて、こっちに捜査員を増やしましょう。なるほど。主任刑事は変えられないんであれば、もう一人普通の刑事を追加するしかないな。ギャング事件の方に人を増やしたいけど、あとは解決済みがまだないか。よし、これでいこう。殺人未遂の方は犯人を逮捕したね。警官が負傷。で、自動車強盗。駐車場の案内係であるディラン・バーンズから10代の若者が無施錠の車がないかドアのハンドルを確認しながら場内を歩き回っていると通報があった。案内係が接近する前に男は無施錠の車を見つけて乗り込み、エンジン音を上げながら高速で駐車場から走り去った。郊外へ向かったようだ。うん、これは逮捕しないといけないな。俺に黒人のオースティンを派遣しましょう。オースティンはね、感謝してほしいよね。市からの要求を拒絶して黒人を解雇しないで雇い続けてますからね。ただその結果、市からの協力も得にくくなったわけだしな。で、自動車強盗ですが、警察が自動車泥棒の位置を突き止めた。犯人を追い抜き身柄を確保だよね。まあ、まずはただ行く手を防ぎましょう。おお、捕まえたね。人質事件。なんか凶悪感があるけどな。子供が泣きながら通報してきた。何者かに自由を奪われている状態らしい。外に行かせてくれないんだ。僕を拷問にかけているんだ。もう我慢できない。外に出てピートに会いたい。これは完全なるガセネタだな。椿だけを送って終わりだ。
50万ドルにはまだまだ程遠いな。今8100ドルですからね。もっとバリバリ単価の高い仕事していきたいな。でカジノで窃盗、カジノで窃盗って相当難易度高いと思うけどな。まずカジノの中ってね、監視カメラがすごい動いてますしね。怒ったカジノの常連客から連絡が入った。カジノにいた女性が彼のいたテーブル付近をうろつき、彼のナイス財布を盗んだと主張している。財布の中には数千ドルの現金とクレジットカードが入っていた。彼は電水していたためカジノの警備員に外に追い出されてしまったが、諦めきれないらしい。ただこれってあれを見れば、今言ったその監視カメラを見ればね、すぐわかると思うんだけどな。お、クリストファーサンドからだ。ジャック、実は借金を返済しようとしないクズ野郎に手を焼いているんだ。警察に守られているなどと言い張っている。警察がどちらの味方か、これを機にはっきりさせてやろうじゃないか。いやー、クリストファーサンドの要求断ると殺されるからな。ここはコチを派遣するか、誰を派遣するかっていうのもちょっと覚えておいた方がいいのかな。毎回同じやつを派遣するみたいな。やはりな。ジョセフ・ロイリーの母親は彼がブロッコリーを食べるまで外に外出を禁じているっていうことでしたね。よかったよかった、事件じゃなかったので何よりですね。カジノでの窃盗事件、へえ、本当にじゃあ主張が合ってたんですね。パクられたというのが。カジノでの窃盗、何、もう帰る時間が近づいてるのにな。武器を用いた暴行、駐車場の出入口で警備員が不審なバンを停止させ、ドライバーの会員証の提示を求めた。その女性ドライバーはグローブボックスに手を伸ばすと銃を取り出して発砲した。いきなりかい、かなり危険なやつだな。発砲までしたんでしょ、もう。これは3人投入だな。今日最後の事件だろう、しかも。今日は残業だな。その発砲事件が終わるまではパトカーが容疑者のバンに追いついた。まずはバンを車道の外に停止させる。これが普通オーソドックスでね、バンのタイヤをいきなり発砲する、拡声器を使って停止するよう命ずる。いや、まずはバンの車道の外に停止させるでしょう。んでバンは急カーブを切るとポルノショップの窓に突っ込んだ。マジか、ポルノショップの中にいきなりバンを突っ込ませたのか。女がバンから出てくると男性店員を捕まえて頭に銃口を突きつけていた。マジか。ダッチワイフを犯人に投げつけよう。犯人に逃げられたか。市民は無事だったならそれが一番だろう。許してくれ。ポルノショップの立てこもり事件として刻まれるでしょう、この事件は。では報告を受けましょう。もう深夜だよ。アームストロング刑事、新しい写真を3枚に入手したというところですね。まずは鍵で中に入り、特定してカバンに入れる。これで合ってんじゃないか。いや、順番逆、これかな、違うと。こうだろ。マジか、これはレストランの中だよね、もう。まずは鍵を使ってレストランの中に入り、レストランの下の、これだよね、盗品。順番間違ってんの？
これだってる気がするんだけど。順番がいくとしたらこれくらいしか思いつかないけどな。レストランの中のこれが何なのかがちょっとわからないな。あるとしたらこれが一番前でこれかな。でもこれでもないよね。やっぱり順番で言うとこうだろう。いやーわかんねえなー。で、モール刑事から新しい写真は見つかっていないか。まあ引き続き捜査をしてもらうしかないね。さあ勤務を終了したいけどなかなか勤務を終えさせてくれないかな。おお、やっと勤務が終了できる。今日はもう午前様だぞ。朝の2時まで働かされた。ポルノショップ立てこもり事件のせいだな。はい、というところで6日目プレイをいたしました。いかがでしたでしょうか。この続きは、またねプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ続きもお楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。